はい、皆さんこんばんは、NNMI です。今回はひたすらとレベルを上げます。前回鋼の剣買ったんですけど、ちょっと意味なさそうだなっていうのを今実感してる最中ですね。攻撃力5じゃダメか。修行を見つけたら真っ先にマホトーンを打つのが正解だな、これ。やることたくさんあんぞー。足を越えてはならぬ。52、80。何も起こんなかった、身を守ってた。
力5、素早さ4、身の守り2、最大 HP7、最大 MP9、62ゴールド。あ、やば。戻ろう。MP が死んでる。やばい、寝ない。やばい、疲れが溜まってる時にやるんじゃなかった。すみません。一旦ここで終わりたいと思います。続きが見たい方は動画概要、概、続きが見たい方は動画概要欄で、次のページをめくるを選択してください。これまでの冒険を振り返りたい方は、冒険の書を読み返すを選択してください。それではご視聴ありがとうございました。すみません。超早くなっちゃったけど。